今まで生きてきてすごく衝撃的だった体験を語れ。2014年5月14日、レス番号177、リーダー。正月に久々に帰省した。たまたま小学生時代の友人 A と再会したので、A に声かけてもらって、当時の友達5人で飲みに行った。俺は既婚者で、嫁さんは妊娠中だから里帰り中。一人で正月を過ごすのも虚しいから、久々に帰省して実家で正月祝った、と話したら、いきなり B が激怒しだして、順番守れ、とか言い出した。順番って言うからてっきり、できたから結婚だと間違えられたのかと思って、いや、ちゃんと順番守ったよ。入籍してからの妊娠だし、と説明したが、B はヒートアップする一方で、ついにビールをぶっかけられた。A が B をなんとか止めて、俺に、今日のところは帰れ。って言うから、そのまま逃げ帰った。後で金を払ってないことを思い出し、翌々日に A の家に行ったら、小学生時代にグループのリーダー格であった B が、リーダーの俺を差し置いて結婚とか生意気。リーダーが結婚するまでなぜ待てなかった。と怒りだったらしい。いい年こいて小学生時代の序列をまだ引きずってる奴がいるのかと衝撃だった。そして、グループで俺しかまだ結婚していないという事実も、いささか衝撃だった。ちなみに俺は35歳です。38歳で彼女すらできたことのない俺に謝れ。ごめんなさい。謝るんじゃねえ。惨めになるだろうが、畜生。2014年5月14日。レス番号185。父親。我が家は父親が DV 気質だった。主に身体的、精神的なものが中心。母も俺も姉も何かと因縁つけられてはブチギレられ、暴言暴力の嵐。三人ともサンドバッグ状態で、恐怖の生活を強いられていた。俺が中3になり高校受験を控えていた頃、志望校について父親から。お前の偏差値じゃ到底無理だ。俺の希望する高校にしろ。お前程度の頭なら、この辺が妥当だ。と罵られた。父が勧める高校は、俺の志望校よりも偏差値は遥かにした。しかも、以前に担任から、ここの高校なら安泰だと言われていて、それを伝えても真っ向から否定。俺は悲しくて泣いた。すると、隣で一部始終を聞いていた姉が、ちょっと、いい加減にしなよ。弟の何分かって物言ってんのさ。と怒ってくれた。そしたら父はいつものごとく暴れだし、姉に暴力を振るい、目の前で姉が大事にしていたものを破壊した。プルプル震えて怒りを耐えながら泣き出す姉。なんかものすごく悪いことしたなって思う。だが、ついに怒り狂ってきちんと化した姉が動き出す。その騒動の直後、父はリビングでうたた寝を始めた。そこに姉が静かに近づいていき、横たわる父のそばにしゃがみ込んだ。何すんだろ、と思って見てたら、父が急に目を見開いてもだい始めた。よく見ると、姉に股間をわしづかみにされてた。で、姉、笑顔で右手に力を込めながら、ねえ、さっきのこと謝る？謝んないとやめないよ。と、父はもがきながら、はい、わかった、俺が悪かったからやめて、うわぁ、と叫んでいた。だが姉は続けて、なら、さっき壊したの弁償して、弟を自分の希望する高校に行かせると、約束する？と言うと、はい、はい、もうやめて、潰れちゃう。と必死にジタバタしていた。これ以上私たちに暴力振るったり罵倒したりしたら、また同じ目に合わせるからね。とつぶやいて股間から手を離すと、激しく泣き出す父。思いのほか同情してしまった俺は、しばらく父の背中をさすっていた記憶がある。それから父の DV はなくなり、姉は壊されたものを弁償してもらい、俺は希望する高校へ無事に進学できた。この一件をきっかけに、俺は姉を怒らせないようにしよう、そう心に誓ったのであった。姉ちゃんかっこいい。布越しとはいえよく触れたねそれ。2014年5月14日、レス番号191、彼氏。3週間ほど付き合った彼氏が、親に会ってくれ。って言うから会いに行った。そしたら、どうも向こうの親御さんと話が噛み合わない。持って行った手土産も、まあ、こんな高いもの選んで、と聞こえよがしにぐちぐち。節約系のお母さんなのかな？でも、もらっといて相手の目の前で言うなんて、と思っていた。お茶を飲みながら会話しても、やっぱり噛み合わない。向こうの母親が、若いし、病気でもないのよね。ぐちぐち、と意味不なことを言い続けるので、はい、若いし、病気でもないです。まあ、だからこそバリバリ働けるんで、ありがたいですね、やっはっは。と笑い飛ばしてみたら、向こうのご両親が、え？働いてるの？と、はい。と言ったが、まだ疑わしそうなので、保険証を見せた。社名バッチリ入ってるからね。そしたら、ご両親の態度がコロッと変わった。お茶じゃなく、急に、お寿司取りましょう。に代わり、食事会になった。
この時点でもう嫌な感じだったので帰りたかったのだが、トイレに立った時彼氏に待ち伏せされて。あのさ、なんで俺の顔立ててくれないの？特上を言われた。は？話の流れでわかるだろ。合わせろよ。なんであそこで本当のこと言うんだよ。だと、なんだこいつ、と思って、女に立ててもらわなきゃ立てれない程度の顔なら、ほっぽらかしとけば。と言い、彼を押しのけて今に戻って、何食わぬ顔でお寿司をごちそうになり、タクシーを呼んでもらって帰り、彼氏とはそのまま別れた。3週間しか付き合ってないし、体の関係もないし、すっきりしたもんでした。でも、いろいろ衝撃体験だった。3週間でよく相手の親に会いに行くな。早いうちに彼の人間性が分かってよかったよかった。2014年5月15日、レス番号195、救急車。何年か前の話、工場併設の事務所で働いてたんだけど、ハンダの鉛が目に入った。と事務所に駆け込んできた。本人は、大丈夫。というが、やっぱり眼科に行ってみてもらった方がいいと、片っ端から電話した。しかし、時間は15時過ぎ、どこも休憩中。別の社員が、地元消防署に電話したら、空いてる病院教えてくれる。というので連絡したら、救急車空いてるんで、行きますよ。と、大丈夫です、普通に歩けるので、と断ったんだけど、すぐ近くですから。とサイレン鳴らしてきてくれた。自分がお金持って一緒に乗り込んだんだけど、途中で止まって外が騒がしいなと思ったら、救急隊員が飛び込んできて、すみません、今目の前で交通事故があって、緊急事態ですので降りてください。病院はもうちょっと先の橋渡って右側に総合病院があります。連絡してありますので。と二人だけ置いていかれた。救急車空いてるからと軽く来てくれることも、救急車の目の前で事故が起こって即運ばれていくのも、結局降ろされてしまったことも、いろいろ衝撃的だった。降りてみてわかったが、事故はそれなりの大きなもので、翌日ニュースにもなってた。被害者は助かったようだ。それはいろいろと衝撃的だったね。ハンダが目に入った人は大丈夫だったの？眼科も緊急なんだから休憩中でも見てくれればいいのにな。へえ、救急車ってそういうもんなんだ。勉強になった。まあでも、消防に聞けば病院わかるって、なるほどって思ったわ。2014年5月15日、レス番号200、潔癖。こちらの考えがゆとりすぎるかもしれないけど、男性が多い職場に、潔癖すぎなんじゃないか、と思える女性 A、30代がいる。例えば、飲み会で育児の話になり、男性社員 B が、奥さんが産後床上げが遅れていて心配だ。という話をして早々に帰宅した。すると、A が、B さんキモい。と発狂。女性陣でなだめても、性を連想させる話はやめてほしい。セクハラだ。という、彼女曰く、B が性行為をする光景が頭に浮かんで気持ち悪いとか、聞いてもいないのに A は、私は未経験で、セクハラを受けまくっている。と話していたが、こんな人もいるんだと衝撃。道理で職場の男性がセクハラに過敏なわけだ。大変想像力が豊かでいらっしゃいますね。私、少しびっくりしちゃいましたって引き気味に言ってあげればよいのに。育児の話でセクハラって中学生みたいなやつだな。2014年5月15日、レス番号209、ブス戦。自分がブス戦だということ。今まで全く自覚がなかったので、本当に衝撃的だった。道理で前の彼女も、嫁も、絶世の美人なのに競争率が低かったわけだ。別に生活に支障はないし、俺的に蝶のつく美人と暮らせているわけだから何の問題もないんだが、娘が生まれたらどうしようとちらっと思った。超ラッキー。好みなんてそんなもんですよ。ブスだろうと微妙だろうと、我が娘ならみんな美少女に見えるから大丈夫だ。2014年5月16日、レス番号226、痴漢冤罪。先日、話題の痴漢冤罪に遭遇したこと。俺は大学生で電車通学なんだけど、朝の満員電車でデブスな女子高生が、右のおっさんに尻を触られてた。おとなしく触られてる様子だから、騒がれたくないんだろうと察して俺も特に注意はしなかった。しかし、数駅して突然、やめてください。と後ろのイケメンを攻撃。え？みたいなイケメンに、もう触るのやめてください。と続ける。デブス女子高生を触るはずもないイケメンは、動揺した様子でありつつも、丁寧に、あくまでも紳士的に、スマホをいじっていたから両手は塞がってたこと、触りようがないことを説明するが、デブス女子高生納得せず。仕方ないので、斜め後ろにいた俺が、その人、本当に触ってないですよ。と助け舟を出した。でも、ずっと触られてた。と納得しない女子高生。関わりたくなかったけど、イケメンが冤罪に陥れられるのはあまりにも気の毒なので、いや、触ってたのは隣のおっさんで、後ろの人はずっとスマホ触ってましたよ。と説明した。
女子高生はそれまでどこを触られたということは一切言ってなかったから、そこでやっと俺の目撃証言を信じた。が、その女子高生はイケメンに謝るどころか。じゃあなんで捕まえてくれなかったんですか?と怒りの矛先を俺にチェンジ。おっさんは、イケメンに注目が集まってる間にとっくに逃げてた。女子高生は、俺のせいで犯人が逃げたと俺を責める責める。いや、なんで見ず知らずの他人のためにそこまでしないといけないんだ?助けてとか言われたら、そりゃ俺だって協力したよ。でも、何も主張せず、自分は何もせず、人には命がけで犯人捕まえろってズルズルしすぎるだろ。しかもそれにおっさんが逃げたのは、女子高生が5人でイケメンを痴漢だと決めつけて騒いだせいで、俺のせいじゃない。そもそも、イケメンが痴漢じゃないと分かったのに、謝りもしないあんたの方が何なわけ?と俺が言い返すと、女子高生はさすがにぐっと言葉に詰まってた。謝れよ。というと、女子高生は、しぶしぶといった不正で俺に謝ろうとしたので、分かってねえな。俺じゃねえよ、あっちの人だろ。とイケメンの方に促すと、悔しそうに。すいませんでした。と小さな声でイケメンに謝ってた。イケメンは心も綺麗なのか。混んでたからしょうがないですよ。災難でしたね。とか、逆に女子高生を慰めてた。すると、女子高生もさすがに改心したのか、それとも、正しいイケメンに限るなのか。すいませんでしたー。と泣き出した。俺は降りる駅になったから、そこでその場を後にしたけど、女子高生がイケメンに何か色々話してて、多分ナンパしてるみたいだった。デブス女子高生のズーズーしさは半端ないということも含めて衝撃だった。でも、デブスじゃなく好みの女の子だったら助けたんだろ?助けないね。関わり合いになるのはごめんだ。まとめられたくてしか。早速まとめられてるし。翌日。2014年5月18日。レス番号260。痴漢冤罪続き。絶対ネタ認定されると思うけど、226の痴漢冤罪話に出てくるデブス女子高生っていうのが私のような気がする。226は先ほど出てきた、タイトル、痴漢冤罪の話の投稿者のことです。いろいろと違うところはあるし、去年の話だから気のせいかな?でも、フェイク入ってるだけで私かもしれない。めっちゃショック。わざとやる痴漢よりも、見間違いの方が罪なんだね。やっぱ我慢してたらよかったのかな。いつも痴漢されてて、ずっと我慢してて、あの日限界で勇気出したんだけど、そんな勇気なければよかった。164センチで54キロってそんなにデブなのかな。気づかなければよかったんだけど、ツイッターのリツイートで回ってきた。いろんなまとめサイトに載ってる。死にたい。別人だと信じて生きようと思う。釈明したくてまとめサイトの URL 経由で来たの忘れてた。ナンパはしてないです。別人だと信じて生きてくことにしたから関係ないんだった。ごめんなさい。もし同じ人だった場合のために書き捨ててくけど、226の方が私より全然デブでしたよ。イケメンは226と違って優しいから、痴漢で鉄道警察行くのについてきてくれたり親切にしてくれただけです。イケメンも226のこと、変な人だったって言ってましたよ。じゃあな。言われっぱなしなの悔しいから、もうちょい書き捨ててく。人の見た目悪く言うような奴になりたくないから言わなかったけど、226の方が見た目おかしかったですよ。顔のことは言わないでおくけど、服とか態度?がクソおかしかった。普通じゃないって感じ。イケメンに謝った時泣いたのも、会心とかじゃなくて226が普通に怖かったからなんだけど、正直刺されるかもと思ったし、イケメンめっちゃ慰めてくれた。イケメン助けたヒーローだと思ってるみたいだけど、イケメン相談乗ってくれたし、イケメンの友と仲良くなったから普通に許されてるし、226の方が変な奴だったって言われてるから、見た目で歳が全然わからない変な人だった。大学生なん?マジか。めっちゃムカつく。一遍死んで生き返って、一生独身で生きろや。連続書き捨てすいません。今度こそ消えます。ごめん、言い忘れた。226は俺がイケメン救ったみたいに書いてるけど、あの後普通にイケメンが iPhone 見せてくれて、ずっと LINE やってたから、その時間とかでイケメンが痴漢じゃないのは普通に証明されてたから、救世主でもなんでもないから。226が突然怒鳴ってこなかったら、イケメンはそのまま iPhone 見せるつもりだったって言ってたし、言われたらこっちも見てたから。226がやったのは、単に知らん人怒鳴ってネットに私のことでブスとか悪口書いただけだから、意味ないから。あと、私確かにデブスだけど、普通に中学からの彼氏いるし、特に困ってないからほんまマジムカつく。二度と顔見せんなよマジで。ちょいちょい電車で見かけてたけど、まとめサイト見るまでは、悪気はなかったんかなとか、何か障害があって普通に喋れない人なのかなとか許してたのがバカみたい。マジ生きろや。
お前のお気に入りのイケメンは、カリナニの彼女いるからな。今度こそ消えます。荒らしてすいませんでした。私、多分めっちゃ叩かれると思うけど、これだけは言いたかった。226は自分の都合以上に話し変えてるし、言ってた内容も全然違う。なのにまとめのコメ欄の人たちは、226を信じてあれこれ言う。怖い世界だと思った。全然話違うじゃん、嘘ばっかり。正直急に怒鳴ってきて、クソ早口な変な喋り方で、226が変質者痴漢なのかと思った。でも、ここで武勇伝わざわざ書くなら本当に違うんだろうね。でも、右側におっさんとかいなかったし、226が声かけてきたタイミングも違う。あと、私そもそもイケメンを痴漢って決めつけてないし、体の後ろにあるお尻を触られたんだから、後ろの方を見ながら、もうやめてくださいっていうの普通じゃないの？思い出せば出すほどムカつく。あいつマジおかしい。てか、右におっさんがいたとして、それが痴漢だったとして、満員電車なのに226から見えるわけないじゃん。実際右にいたのは女の人だったし、痴漢じゃないと思うけど。てか、おっさんなんていた？実際は後ろにいたのが226とイケメンじゃんね。意味わからない。226は両手に紙袋持ってて、手で触りようがないから痴漢じゃないと思うけど、態度がおかしかったから紙袋がなかったら絶対痴漢だと思ってたと思う。私は絶対ネタ扱いされるだろうしめっちゃ叩かれるだろうけど、満員電車で私の右に痴漢のおっさんがいて、後ろにイケメンがいたとして、斜め後ろにいる226から私のお尻は絶対見えない。てか見えたら周りの人全員痴漢見えるってことだし、そんな異常空間ないでしょ。ってことを分かってもらいたい。ネタ扱いでもいいから、今度こそガチで消えます。何度もすいません。肝心のイケメンのことを書き忘れた。私を痴漢から救ってくれたのはイケメンです。去年、毎日痴漢に会ってましたが、その時イケメンの隣にいたイケメンの友が女同士ということでメアド交換してメールするようになったので、朝も同じ車両だから一緒になったら喋ったりするようになって、いつの間にか痴漢なくなりました。当時は気づかなかったけど、後からイケメンがイケメンの友に頼んでくれてたらしいことをイケメンの友から聞きました。あと、別にその日イケメンに個人攻撃したんじゃなくて、後ろに向かって行っただけだったけど、私の右は女の人、後ろにいたのは、両手に紙袋を持った226とイケメンとイケメンの友である女の人だったので、イケメンだけ攻めてたみたいに見えたんだと思います。長々すいませんでした。オープンと SC 両方にでっち上げ武勇伝書くような自慢野郎だからここも見ると思うので、自分が無力だったことを思い知るといいよ。なげよハゲ。どうしようもない怒りだけは伝わった。安心しろ。正直、痴漢に気がつきながら放置してた226が、偉そうに人に説教かましてる時点で普通のやつじゃないってのはバレバレだ。つまり、イケメンと周辺に立っていた女性が実はみんな痴漢被害者女子高生の友人で、226だけが全くの部外者だったってことか。まあ、痴漢されてるの黙って見てやってた。なんてドヤレス、普通の神経じゃしないわな。2014年5月17日、レス番号257、花粉症。私は親譲りで花粉症。20歳になり車の保険とか車検を払うだけのお金を作ってから車を買った。嬉しくてあちこちドライブをしてるうちに、隠れ家的なところへ行くのが趣味になった。ある日、花粉の時期には必ず注射を打って花粉症に気をつけていたのに、車ですっかり忘れていた。しかも、出かけた先は杉山のど真ん中に移転したお店。私はやっと見つけたんだからと無理やり行った。鼻をこすりながら進んでいたけど、痒すぎて少しでも楽になろうと鼻毛をむしったら、指先が炭でもつけたみたいに真っ黒になるほど鼻毛が全部抜けた。わかる。花粉症期の鼻毛は尋常じゃない。同病愛哀れんで支援。2014年5月16日、レス番号233、マンション。バブルの頃のお話。都内某所で建築中の超高級マンションの一室で、防犯設備の取り付けを行っていた時、フラット中学生ぐらいのガキが玄関からドカドカ入ってきた。そしてぶっきらぼうに、ここいくら？と後ろをついてきた販売会社のセールスに尋ねた。5億でございます。あ、安いからここ買うよ。はい、ありがとうございます。なんでも、高校入試の勉強部屋にするためだけに、5億円もするマンションを買うそうだ。バブルの頃って別にみんながお金持ちだったわけじゃなくて、お金が流れてただけらしいね。今その子どうなってるかな。バブル崩壊後に家族も崩壊してたら泣ける。2014年5月17日、レス番号238、束縛。旦那が DV で束縛がすごかった。携帯メールは旦那の携帯に転送され、メールの内容をすべて監視されてた。すぐさま一方的に別れを告げたが、同じ職場だったので軽くストーカーになり、トイレで無理やりやられた。それが原因で妊娠。
自分的にとんでもない修羅場だった。気助速の見すぎで旦那と書いてしまいましたが、元彼です。ひどすぎるなそれ。元彼だと難しいのかもしれないけど、警察案件にしてやった？泣き寝入りは辛すぎるよ。DV と無理やりやられたことについては、警察には相談しましたがダメでした。あなたに死はなかったのか？ちょっとした出来心かもしれない。というようなことを言われましたよ。結局、彼の人生を左右させるような弱みを握ったので、養育費、慰謝料の支払いは相場よりもかなり多めにしてもらいました。きっかけが何であれ自分の子供なので、とても愛おしく、殺すという選択はどうしてもできませんでした。ここについては賛否両論あるかも。産んだんだ。すごいなぁ、尊敬するわ。養育費たくさんもらえててよかったよ。お子さんとお幸せに。しかし、警察の態度は腹立つな。2014年5月17日、レス番号244、耳垢。プチですが、誰もいらっしゃらないようなので、子供が2、3歳の頃の話、しきりに耳を手で書くので、お耳がかゆいのかな？と思い、お医者さんの指示通り、綿棒で入り口あたりを軽く書いて掃除していた。2週間に1度ぐらいでいいと言われて吐いたんだけど、掃除してもやっぱり耳を書く。ちょうど、風邪気味で病院に行く予定があったので、ついでに耳も見てもらった。綺麗ですよ。大丈夫。そう言われて安心して帰ってきた夜、ふと耳を見ると、入り口より少し奥に、結構大きめの耳垢が見えた。綿棒で取りたいけど、どう考えても逆に耳の奥に押し込めてしまいそうなサイズ。そこで、子供が寝た後、普通の耳かきで見えている垢をそっと取ろうとしたけど、サイズの割になんだかすっごく硬かったのをよく覚えている。しばらく格闘して、浮いた、取れたって思った瞬間、まるで、耳の穴の中の形をシリコンでかたどったみたいに、筒状の耳穴の形をした垢がごそっと出てきた。その長さ2センチはあったと思う。一瞬、何が何やらわからず固まっていた。もしかして、耳の穴の中の大事なものを取ってしまったのか？って慌てて耳穴確認したら、すっきりとした耳穴が見えました。筒状に固まった耳垢なんて出てくるんだっていうのが本当に衝撃だった。すごいな。耳の穴にぴったりくっついててわからなかったのか。私は耳垢がベタベタしたタイプだから、耳垢がもっそり取れる感覚がわからなくてちょっと残念。大きいのが取れると気持ちいいんだろうな。2014年5月17日、レス番号247、万引き犯。ついさっきあった出来事、友人とショッピングモールに行ってうろうろしていたら、あるショップの前で中高生くらいの子数人が、私と絵にぶつかりながら、ダーッと走っていった。それと同時に、いつもの子たち、〇〇、10番。という声が、はっきりとは聞き取れなかったけど、多分こう言っていた。続いて、追います。って聞こえたかと思ったら、一人のスタッフが走っていった。しかも、青いカットソーに黒のショーパンをお召しのお客様。白地に黒ドットのブラウスにデニムスカートをお召しのお客様。当店のレジはこちらでございます。お会計はこちらでございます。と、追いかけている相手の特徴を叫んで大注目を浴びながら、気になって仕方がなくて、私たちも追いかけたけど、早すぎて追いつけなかった。一度見失ってしまって、次に見た時にはそのスタッフと中高生たちと数人の警備員と二人の警察官がお店の奥に入っていくところだった。接客時の微笑と高めの声のまま、特徴を叫んで猛スピードで追いかけてたスタッフ。中高生も警備員さんも息を切らしていたのに、一人だけ涼しい顔してた。もういろいろと衝撃だった。あ、ごめん。私と A に、の A は友人の間違い。友人 B が働いているモールに A と言ったって最初書いたけど、長くなるから端折ったらそこだけ直し忘れてた。店員さんプロフェッショナル、かっこいい。ショップ店員さんのあの高い声と心から笑ってない顔って独特だよね。いらっしゃいませー。って呼び込みしてる時の発音とか。あなたと A さんに怪我はなかったかな。大丈夫？業界用語で10番っていうのググってみたけど、トイレだったり万引き警戒だったり色々あるんだね。今回のは万引きかな？いつもの子たちってことは常習犯なんだろうけど、よく恥ずかしげもなくまた来られるな。捕まえて親呼び出しても、そっちもおかしなやつかもね。心配してくれてありがとう。長くなったから端折ったんだけど、私も友人にも怪我はないです。ぶつかった時に少し衝撃があったくらいで痛くもなかったし。だからやじ馬根性丸出しで見に行っちゃったんだけど。友人 B がそのショップの隣で働いてて、さっきまで話を聞いてた。4年末くらいからよく来る万引き集団をついに捕まえた瞬間だったみたい。一日中モールにいて、午前中に取った服に着替えて再来店するとか、スタッフからしたら蝶が煮えくり返るようなことする奴らなんだって。追いかけたのは、副店長さんだったらしい。
これまた長くなったから端折っちゃってたんだけど、追いますって言って追う前に他のスタッフに私たちのフォローや、休憩中の店長に連絡した後は何事もなかったかのように仕事をして、お客様に不安感を与えないようにと指示を出してから追っかけてた。すっごいかっこよかった。その後の万引き犯の特徴をアナウンスしながら追いかけていってたのは、ドラマか何かのワンシーンみたいで、今思い出しても笑えてしまうけど。ちなみに内線の110番で警備室に繋がるから、10番はその役で、私が聞き取れなかった〇〇は、犯行現場確認の援護だったらしい。モールの経営側からショップには、明らかに取られてるって分かってても、しっかり犯行現場を見るまで大ごとにするなって言われていて被害届出せないし、警察は被害届出てないし客に迷惑だからあまり来るなって言われていて、みなすっげーイライラしまくりだったらしい。今日までは、やっと捕まえられたってあちこちのショップで歓喜してる。って、B が見たことないくらいのハイテンションで何回も言ってた。話を聞いててまた色々と衝撃だった。ごめん、またミス。午前中に撮った服に着替えて、午後に再来店する、だった。午後に、が抜けてた。追いかけた副店長さん、モデル並みに背が高いし細いし美人だしで、余計にかっこよく見えて、うっかりときめいたよ。大丈夫、意味わかるよ。捕まってよかったね。親呼び出して反省文書かせてもまだ足りないな。どんな育て方されたらそんな風になるのやら。出入り禁止とかしても、恥知らずどもはまた来そう。2014年5月17日、レス番号250、更衣室。中3の水泳の授業中に気分が悪くなって、女子更衣室に着替えに行ったら、同じ学年の男子生徒の A 君がいて、ブラジャーをハムハムクンクンしてる真っ最中だった。悲鳴を上げたら逃げていって、先生が来て職員室に連れて行かれ、その時は頭の中が真っ白で、聞かれるままに見たままを答えた。先生からは、A 君の名前は誰にも言うな。って言われて、当時は素直な良い子だった私は、誰にも言わなかった。聞かれたことはあったけど、知らない人、先生が調べてくれるって、と答えてた。でも、どこからか A 君が痴漢行為をしたって広まって、A 君は転校していった。当時は子供で何もわからなかったけど、今になって思うのは、A 君は県下でもトップクラスの高校に入れるぐらいの先生が滝隊の秀才だったし、父親は県の偉い人だったし、学校としてはもみ消したかったんだろうな。卒業の少し前に、あの時口止めした先生から、誰にも言うなって言ったのに、もう。って言われて、私、天地神明に誓って誰にも言わなかったのにすごくショックだった。親にだってその時は名前は言わなくて、言ったのは広まった後だったし。そのことがあったから、中学時代の記憶は塗りつぶして、闇に葬りたい。大人の汚いとこ見ちゃったな。それにしてもどこから広まったんだろ？罪の意識に苛まれた本人かな？間違いなく大人が漏らしてるよね。先生が誰にも報告してないってのはありえないし、先生が報告した誰か、もしくは信頼できると思って、誰にも言わないでねって打ち明けた相手が誰かに漏らしてそれが広まったんだろう。2014年5月18日、レス番号274、ハズレくじ。大したことではないけれど、自分には衝撃的で笑ってしまったこと。ドラッグストアで宝くじのようなものをやっていて、ハズレくじを5枚集めると再挑戦、というものがあった。自分はそれだけの買い物をしないから捨てたのだけれど、隣にいたおばさんが、ハズレを持ってませんか？と声かけてきた。再挑戦、の品も自分にはどうでもいいもので、そんなもののために、見知らぬ人に声をかけることができるというのがすごく衝撃的だった。どうしても欲しかったのかもしれないけど、どうしても欲しいなら、金出していけばいいし、できないなら諦める、たるを知れと思う。2014年5月18日、レス番号275、トイレ掃除。汚い話なので注意。うちの父は、この自分が言うのもなんだが、家庭的にはよくできた人。今は定年で家にいて、両親二人暮らしなのだが、バリバリ働いていた時も、週一の休日も掃除や洗い物などを率先してやっていたし、今も料理、洗濯以外の家事はほぼ父担当で、特に不満もないらしい。先日帰省した時、父がトイレ掃除をしていた。ふと見ると、洋式便座の中に溜まった水で、素手で雑巾を絞っている。そしてその雑巾で、便座を拭いている。問い詰めると、昔からここで絞って、それでトイレ中拭いているよ。自分が実家住みだった時から、父はよくトイレ掃除をしてくれてたし、今までずっとそうだったと聞かされて、本当に衝撃だった。父には、便座の中は雑巾を洗う場所ではないことを強く言い聞かせました。2014年5月18日、レス番号277、親戚。親戚に大好きだったお姉さんがいた。この人は、私が姉にいじめられたり、父の出張のお土産を取り上げられた時も慰めてくれて、悪いことは叱ってくれた。だからこの人が自分のお姉さんだと思い慕っていた。
私は小学校5年生の時に、町の夏祭りで太鼓を叩くことになった。お姉さんは、絶対、見に行く。と言って当日、わざわざ有給を使い、可愛い浴衣に髪型もバッチリ決めてきてくれた。お祭りにはクラスメイトの男子も来ていた。この男子は、私が女なのに太鼓のメンバーに選ばれたのが気に食わなくて、私が演奏中にゴミを投げつけてきた。そしたら、ゴミを投げた男子を、あの美人で優しいお姉さんがのぶとい男の人の声で怒鳴りつけた。なんとか終わってお姉さんの元に行くと、白い顔をした男子が私に謝り、ダッシュで逃げていった。何回横を見ても、やっぱり美人で優しいお姉さんしかいない。私は大きくなって結婚式にお姉さんを呼ぶまで、狐につままれた、と信じてた。結婚式で股間がもっこりしたお姉さんがマジで衝撃だった。2014年5月18日、レス番号278、ご近所さん。衝撃的というほどでもないけど、10年ぐらい前のこと。その日はやっと年度末の繁忙期も一段落して、有給取って平日昼間にダミンを貪っていた。当時俺は、マンモス団地の 2DK に一人で住んでたんだが、2時頃突然、ドアをガチャガチャいじる音が聞こえて、鍵はしてあったけど、なんだなんだ?とびっくりして飛び起きた。続けて、今度はガンガンドアを叩く。意味がわからなくて、玄関の前まで静かに移動した。そしたら、開けて、開けてー。と女の子の声。女の子って言っても、少女ではなくて幼女の声。ああ、けいてぇ。と言われても、俺には子供はいないし、いや、結婚すらまだだった。そして、突然火がついたように泣き出した。いい、開けてよー。いえぇ、お願い、入れてぇ。これ、ご近所さんがどう思うか、そっちの方が気になって、静かにドアを開けた。そしたら、むちゃくちゃ可愛い女の子が立ってて、俺の顔を見てキョトンと。それで、あ、間違えたのかな?と思い、お名前は?って聞いたら、またヒックヒック泣き出して。本田美優です。と言うんだが、近所付き合いがなくてどこかわからず、間違えたんだとしたら真上か真下だろうと思って、じゃあお兄さんと一緒に探そうか。って手を繋いで、まず下の階に行ったらビンゴだった。本田って表札見つけて、ピンポン鳴らして出てきたお母さんに、どうも間違えたみたいで。と言ったら、さっさと入りなさい。と女の子を引っ張り入れて、ありがとうございました。とドアを閉められた。なんかもやっとしたが、解決したと思って部屋に戻った。それから2時間ぐらい経って、ピンポンが鳴って出たら、さっきの女の子が、間違えてごめんなさい。これ、あげる。って、なんかキラキラしたシールをくれた。深くにも胸がキュンとした。と書いておいてなんだが、10年前とはいえ、おかしな奴らはたくさんいたし、可愛い子だけに人ごとながら心配になった。愛嬌があるのはいいけど、もし俺が横島な考えを持ったロリコン変態野郎だったらヤバかったんじゃないのかな。その子が今の嫁です、だったら面白かったのに。いい子だね。うちのマンションでも、隣と間違えた子供たちいたけど謝らなかったよ。怒ったりはしないけど、ちょっぴりモヤモヤした。